サギ属クレロデンドラムエルは、ヒソ科の樹木の属。かつては、クマツズラカとされた。ガクから長く伸び出す長い頭部を持つ花冠とさらに、そこから伸び出すオスシベとメシベを持つ。落葉性か常緑性の低木、及び少数のツル植物がある。頭が塩水型で、多くの場合に、裸目である。葉は耐性するか、あるいは輪性し、縁が滑らかか。 あるいは虚子がある程度だが、一部では大きく裂けて分裂した葉をつける例もある。花は、周酸果樹か、あるいは塩水果樹につけ、果樹は茎の先端に出るものが多いが、一部では溶液から出る例もある。額は、象形から筒状で先端が5葉に分かれるか、あるいは5つに裂ける。額は、花が終わっても落ちずに残り、果実が成熟するとそれを包むものとなる。 花が終わった後に大きくなって色づく例もある。果敢は筒状で、花筒は長く伸び、先端は同じ大きさ、あるいは大きさの異なる五辺に分かれ、それらの可比辺は大きく開く。おすしべは4本、花筒の内側についており、長く伸びて花筒から大きく突き出し、そこで湾曲する。脂肪は不完全な4室からなり、4個の胚珠がある。中等は、 花筒から長く突き出し、先端は二つに割れる。果実は、休憩から到来形の角下で、外か日は、液質でその内部の角は四つまたは二個が合わせなしで二つに分離する。学名はギリシャ語で、運命の木を意味する。これ、ギリシャ語のクレロスとデンドロンに由来するもので、本属のある種が、呪術に用いられたことにちなむとも、いい役として効能があることにちなむとも言われる。 本属のものは、世界の熱帯から亜熱帯域を中心に分布する。種数については、佐竹他は1 0種、川久保は400種としている。日本では、本属の種は2種が在来種として自生がある。草木は日本に広く見られるもので、イボタ草木は海岸に生育するツルセイの低木で、南西諸島に見られる。他に観賞用に栽培されているものがいくつかあり、それらの中には一出して、 自生状態で見られるものもある。サタケタは、以下のような種を掲載している。他にシートムソに原平草木も、よく栽培される種である。以下種として、初島、P520 サタケホカ P212 園芸植物大辞典、P780。ありがとうございます。